佐賀県唐津市で豚熱が確認された問題で佐賀県はおよそ1万頭を飼育する養豚場での殺処分がすべて終わったと発表しました佐賀県唐津市肥前町の養豚場ではおよそ1万頭の豚を飼育していましたが先月30日に場内の豚から豚熱が確認され翌日から殺処分が進められていました 佐賀県によりますときょう午前10時20分に1万364頭すべての殺処分が終わったということですこれまでに県職員や自衛隊など延べ7000人以上が作業に参加しました県は豚熱対策について1つの節目を迎えることができたとしたうえで各養豚業者には改めて消毒の徹底を呼びかけています 今後は殺処分された豚の売却処分などを進めていく方針です。